以上が今回の番組内容でした。それでは次回10月16日木曜日から放送予定の番組内容をお伝えします。街の出来事では、市内で行われた様々なイベントや行事などの模様をお伝えします。市内の小学校を紹介するコーナー、僕の私の学校自慢小学校編。次回は市立雲津小学校と市立一時東小学校をお送りします。市内で注目の活動を行っている団体や個人、また地域のおすすめスポットやイベントなど、地域の情報を発信するコーナー、笑顔満点地域の力。次回は伝統芸能を守り伝える津社語馬保存会をお送りします。今回のミニ情報のコーナーは、8月中に起こった火災や救急出動、交通事故の発生状況をお伝えします。火災が4件ありました。うち住宅火災は1件ありました。救急出動は1223件、交通事故は819件ありました。かけがえのない命や財産を守り、安全で安心な街を目指しましょう。9月27日土曜日、野田にある津市西部市民センターで平成26年度片田地区敬老会が開催されました。この事業は、多年にわたり地域社会に貢献してきた高齢者を敬い、その長寿をお祝いしようと、片田地区自治会と片田地区社会福祉協議会が開催したもので、会場ではアトラクションとして歌謡&トークショーや音楽演奏が披露され、参加者は楽しい一日を過ごしていました。このあと45分まで市役所からのお知らせをお伝えし、45分からは三重テレビで放送中の津市情報発信番組ツイートツイートから、9月28日に放送しました津に息づく映画文化をお送りします。次回も津市行政情報番組まるっと津ガイドをぜひご覧ください。このふるさとみんなの優しさがする